まいりました。出てまいりました。はい、移動しましょう。開きすぎたチェックかなと思ったら、お父さんがいや、これはコピーだよ、あんたバカだろって言って、はい、それでは改めまして皆さん、こんにちは。はい、どうもありがとうございます。皆さん、ようこそ東京ディズニーランドへ。僕たちはですね、皆さんに東京ディズニーランドをもっともっともと楽しんでいただくためにいろんなことをご紹介しにやってまいりました。チップンズームガイドツアーの3人です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それではですね、今から何をするかというと、なんと東京ディズニーランドにある全部のどうした、うるさいね、大丈夫かい、ね、うるさいよ、うるさいよ。さあ、それではですね、今から全部のアトラクションを約1分間でご紹介しようと思います。行ってみましょう。お願いします。オムニバス、ミニーアーケード、カリブの海賊、ジャングルクルーズ、ウエスタンリバー鉄道、予約の月ルーム、スイスタミニ18、アントリーブラシアター、ビッグサンダーマウンテン、トムソーヨ通りから、ジャークセン、マークントーイング、スプラッシュマウンテン、ビーバーブラザーズのカヌーキャプテン、ウィターマン、スラムダム、ジャイキルト、チリンドコルト、ホーンテッドマンション、トルトルダンボ、キャッスルカラーセル、シンディオのメアリー・プレイホール、アリスのティーパーティー、ミッキーのデュアルマジック、ピノキオの冒険旅行、イッツ・ア・スモールワールド、ブーさんのアニメ担当、そして、音がうるさいから、カトー、スピードで加藤、行くよ。ロジャイト、パンドスピー、ミニの家、ミキオとミドミキ、トル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 ト
暑い。すいません。最後の方にある控えの間というところがあるんですけども、絵の間のね、壁みたいな柱があるんですよ。ちょっと分かりづらいですよね。ちょっと大斗君、壁やって、壁役、はい、行こう。うわ、いやいや、あ、俺ね、あ、勘違いしてる、お湯使いの木とかだと思ってるんだ。これみんなあなたに注目してますよ。今主役ですよ。簡単ですね。こちらですね、よく耳を澄ますとですね、何やら足音、笑い声、そんな笑い声じゃないよ、お父さん。いや、してくるんですね。これ何かと言いますと、新世代に出てくるネズミのガスとジャックというキャラクターの足音の笑い声なんです。で、たまにですね、この辺がパッカーパッカーと開いてですね、ガスとジャックが皆さんのことを覗いております。ぜひ、その柱の前でね、出てくるのを待ってみてください。さあ、あとご紹介したいのは最後の部屋。何があるかというと、なんと玉座があるんですね。これに座ると王様になった気分が味わえるという、すごく立派な椅子なんです。座ってみてください、大丈夫か、ね、嬉しいね。ホッと大変お出しました。痛い、きつい、硬い、硬いとか言わない、硬いとか言うな。こちらですね、玉座、ちょっとあの勢いよく座るとお尻が痛くなっちゃうぐらい、今硬いというか、あのしっかりした作りになっておりますので、ね、ゆっくり座ってみてください。おじさんが先頭に入ってるんじゃないんだよ。違うでしょ、その手のアクションやめなさい。はい、こちら座るとですね、音とともにですね、光も出ます。すごく素敵な気分を味わえるので、ぜひ座ってみてください。それでは他にも何があるのかなと見ていると、あ、この笑顔は、このハヤリーゴトマサと一緒に写真が撮れる、フォトスポットなんじゃないの。ちょっと写真撮れよ。どうした、ちょっと怖がってんじゃないの。大丈夫、大丈夫、動かないよ、絵だから。ベタがプルプルして大丈夫。さっき寝てたからなんか座ってきてるね。行くよ、行くよ、増やしたいって言ったらよ。はい、ポーズ。素敵だね、かわいいね、大東君のポーズ。いや、いい写真撮れたわ。あれ、不思議な写真が撮れたね。どんな写真が撮れたかは、撮ってからのお楽しみ、お楽しみということで、皆さんぜひ撮ってみてください。見たまえ、このシンデレラのガラスの靴を。これね、撮り方、この写真の撮り方も結構コツがありまして、ちょっと大学行ってみようか。こうゴリゴリと押し付けるんじゃなくて、吐きますよのこの10センチ、5センチぐらい上の時に、はい、ポーズ、カシャッと撮るとですね、すごくロマンチックな写真が撮れるんですよ。ぜひ皆さんもね、チャレンジ。何？お嫁に行きたい。王子様、早く来ろ。帰ろう。はい、というわけで、シンデレラ城のご紹介でした。ちなみにですね、お父さんがこれ最後勘違いしていたのはですね、これ願い事をする靴ではないんです。だから王子様が来ますようにとか言わないの。そうなの。はい、応援してほしいの。応援はいい。応援はしてほしくないの。じゃあ祈りましょうか。お父さんにいい王子様が訪れますように。お父さんは可愛いから大丈夫でしょう。というわけで、シンデレラ城のご紹介でした。シンデレラ城めっちゃ疲れるね。遊びに行くだけでめっちゃ疲れるやつですね。ちなみに今日2時からオープンしたんですけども、夕方もね、割と早めに閉まっちゃうので、行こうかなと思っている方はぜひ早めに行ってみてください。さあ、今日はさらにですね、おそこにいっぱい座っている方がいるんで、皆さんお分かりだと思うんですけども、うさたま大脱走、もうすぐ始まっちゃいます。見るよっていう方、踊るよっていう方、踊りますよね。見たら踊らなきゃということで、今日はですね、あの踊りを何倍も楽しめるように、ちょっと僕たちが予習じゃないですけど、レクチャーしちゃおうかなと思うんですよ。一緒に踊ってくれるかな。いいと思って絶対言わないでください。はいでいいから、はいでいいから。またこれ、あ、ありがとう。じゃあ踊りましょうか。じゃあね、レクチャーしましょう。じゃあ皆さん、カメラとか置いていただいて、荷物とかもその辺にボーンってやっておいて、いきますよ。この状態からスタートします。いきますよ、せーの、右、左、右、簡単ですね。その後、うさ耳、その時に自分がもう一番可愛い顔をしてください。できてます。こっからうさ玉を作ります。
これを前に出す、はい、あと簡単です、手拍子、うん、たん、うん、かん、右手からジャンプ、ジャンプ、もう簡単すぎますね。ちょっと通してやってみましょうか。ゆっくりいきますよ。腰ちゃんと落としてますか。できる方は腰も右左右してる、せーの、プリプリプリ、うさ耳うさ玉前です、うん、あ、うん、あ、ジャンプジャンプ、はい、完璧。ちょっとだけ不満な点があるね。うさ耳の時に可愛い顔ちゃんとしてんのかな。ちょっと一回そこだけやってみましょうか。せーの、うさ耳、ああそれが一番可愛いと思ってんだオッケー、じゃあそれでいきましょうじゃあお父さん、ゆっくり音楽に合わせていきましょうか。オッケー、やってみましょう。はい、ゆっくりね。ワン、ツー、スリー、左、右、うさみ、さと、ジャンプ。じゃあもう一回続けます。右、左、右、うさと、これです。ちゃんと可愛い顔してんのかな。うん、うん、ジャンプ、ジャンプ、オッケー。本番いきましょう。本番とは何か、ちょっとペースが上がっていきます。心してかかってください。カメラ持ってる場合じゃないんで。完璧でしたね。なんだこの疲れは皆さんね、なんでジャンプしないんでしょうか。ブレるから、カメラがブレちゃうからかな。お父さんちょっと大丈夫だよ、頑張ったよ。あ、頑張った。あ、そうだ、お父さんの腰振り見ました。横目で見ながら、おかしいなこの人って思ってたんですけど、ちょっとそこだけやってみてもらっていいですか。それは疲れるわ、それは疲れるよ。頭ガンガン振ってるもん。え、バイオリン弾かずにやったらどうなんの。うん、あ、いけるね、いけるね。バイオリン持ったら、あ、そうなんだ難しいね、難しいね。その不器用さがまた可愛いっていうね。え、可愛いお父さんのご紹介でした。でもうここでこれでね、あそこに座って待ってる方たちより多分100倍ぐらい楽しめると思うんですよ。秘密ですよ。さあさあさあ、それではですね、今日は皆さんに一つアトラクションをご紹介してお見送りしようと思っているんですけども、そうですね、もうポカポカしてるんで、しかもあそこにね、プーさんの被り物かぶったもう素敵な方がいるので、今日はプーさんのハニーハントをご紹介しようかなと思います。行きましょうか、お願いします。ディズニー、あ、かわいい、ディズニー、あ、かわいい、かわいい、かわいいって喋らない。ディズニー映画クマのプーさんをヒントにしたプーさんのハニーハントでは、いきなり表情の変化すごい。いろんな子たちと一緒に100円カードで蜂蜜探しに参加するアトラクションです。皆さんは五輪乗りのハニーポットに乗り込み、プーさんの世界を流されていきます。まず正面には映像に描かれた巨大な絵本が揃えていて、そこが入り口になっています。その入り口からハニーポット乗り場までの通路にはプーさんの2つの物語が書いています。一つはラビットのお家で蜂蜜を食べ過ぎたプーさんが、ラビットの家の出入り口の穴にお腹をつっかえて抜けなくなってしまい、何日もこの穴でいるんですか。クリスタルアロミたちの助けで穴から抜け出すプーさんと蜂蜜というお話。そしてもう一つは100円カードのりが大雨で水浸しになってしまい、雨で家を流されてしまったプーさんと、たまたま同じように流されてしまったプーさんが助けるプーさんと大嵐というお話。やがて皆さんを乗せたハニーポットは描かれた絵本の前に止まると、本の片側のページに映し出されていた絵が動き出し、その中でプーさんはクリストファー・ロビンに、若いところにある蜂蜜を取るんだって、
線も欲しいと言います。おじいちゃんみたいな、はい、風船ね。やがて皆さんを乗せたハニーポットは吸い込まれるように絵本の世界で100円以下のボリュームを入っていきます。それはまさに物語に入り込むという演出になっているんです。あとはとってのお楽しみ。はい、これでプーさんのハニーハットのご紹介でした。場所を案内しましょうかね。何この音、何ミニオミニ。そうだね、ミニオミニは大きい賞だから僕たちは何も言えないね。はい、それでですね、場所を案内しましょう。あの神竜の城をくぐったところにあるファンタジーランドにありますよと、ぜひ行ってみてください。さて、それでは今日はこの辺りにしときましょう。皆さん、今日も一日、夢と魔法の王国、東京ディズニーランドで素敵な家族をお過ごしください。お送りしたのは僕たち、10分ズームガイドツアーの3人でした。どうもありがとうございます。それでは皆さん、どうした？今すごいクッとなったね。10分ズームガイドツアーの3人でした。はい、それでは皆さん、いってらっしゃい。あのタイミングでグーッとやるやつと大きくなるね。いってらっしゃい。マイク持っておりますよ。気づいてた。こんにちは。うさくらだみつけんとね。お父さんもお世話じゃん。全然会えてくれないっていうね。こんにちは。